こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ブラシの発音の仕方ですね、パーンって音がなかなか出ないという人がよくいるので、解説していきたいと思いますが、ブラシってこのまま叩くと音が結構ボソボソ言うんですね。だからそのこうスティックと一緒でこういう風にそのままこういう風に演奏するんではなくて、こうビューってやるんじゃないですか。そうするとここよりもこういう風になった、この先に当たった時に、しなった時の先がこう当たる感じ。で、ノーアクセントもこうなります。だから、そうすると音がまとまって、こういう、バシャバシャじゃなくて、で、これはこれで表現力としてはありですね。銅を鳴らそうと思うと、どうしてもこういうなんかあのこうなんていうの、こうタオルをさ、こうヒュッててピッて引っ張ってパチンって鳴るじゃん、あの感じのイメージ。そうすると左手がもしレギュラーの方はですね、こうキュッて握り込まないとこうしならせれないってことは、こうキュッと握り込んだ時にここに当たるんですよ。なんでここは結構タコができます。もうこれ仕方がない。だからこれタコ作るの嫌な人はもうこっち持ちでいきましょう。そうするとこう、ここに当てた時、ここがこう当てた時にこうしなるんで、でノーアクセントでももちろんアクセントの時もしならせてやると、こう弾く癖がつくんで、一個一個が。だからスティックの音も絶対良くなります。なのでブラシが音色が良くなるとスティックも良くなるって言われる。でよくこうバシッて鳴らすのは、この僕はエド・シグペンさんに習ったことがね、数回だけですけどあるんですけど、ティックタックフラットって言うんです。フラットはここ自体を押さえつけるのでバシッて音が、体重を乗せる感じで、エド・シグペンさんはこうブラシの表現力で、こっちのレギュラー持ちだと、まあ、他のビートでも言ってますけど、こうやってやってるとこう体重の乗せぐらいで音色が変えれるから、だからこうしたいと。でもこのフラットサウンド出す時はちゃんと手をこうひっくり返して、こういう使いを。なのでこれで3ストロークとかやろうと思うと、こうね、ここにキュッと押さえつける感じにしないと速くならないです。これが音と、ちょっとこのマイクで取り切れてるかどうかわからないですが、こういう風に発音してもらうとうまくいくと思います。なのでこう、この練習よくこれをしてましたね。これでこういう練習をブラブラブラっていう練習をして、これが左がなかなか難しいんですけど、これちょっと今ね、このここが引っかかってちょっとあんま出ないんで、左手こっちだとこういう風ですね。なのでしっかりこうこれを振り切るという形で練習してもらえばうまくいくと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。
それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。